天子最高軍による鳥取城の戦いは、天正元年8月から9月にかけて、山中高生ら率いる天子最高軍と、毛利法の国人、武田高信率いる武田軍との間に起こった工場戦である。この戦いによって、武田氏は居城である鳥取城を奪われて没落する。元気3年3月から4月、出雲国における天子家最高活動に失敗した。 山中高生は、再び、天子家の再興を図るため田島の地に潜伏していた。元気四年初頭、高生はこの地で、天子級神羅を招集すると、田島国から稲葉国へ攻め込み霧山城を奪取する。高生ら天子再興軍は、この霧山城を拠点として精神し出雲国を目指したものと思われる。この当時、稲葉の実質的な領主は、武田隆信であった。 高信は、天子最高軍が勢力を伸ばし、自らの居城である、鳥取城にほど近い古式山城に拠点を移すと、天子最高軍の討伐を決定する。天正元元年8月1日、高信は、天子最高軍を討伐するため兵を率いて、古式山城を攻めるが大敗する。この戦いに勝利した、天子最高軍は、以前に、高信に敗れて、稲葉領主の座を追われた。 山名豊数の弟、山名報告を味方につけると、高信の討伐を決定する。同年8月、後世ら天子最高軍は、約1000の兵を率いて高信がこもる鳥取城へ、進軍した。鳥取城の本丸跡。天子最高軍の進攻に対し高信率いる、武田軍が取った作戦は、鳥取城の地の利を生かした、老城戦であった。一方の天子最高軍は、 城を力攻めにする作戦に出た。この鳥取城は標高263メートルの急正山に築かれた山城であり、急峻な自然地形を利用した要害であった。そのため、天子最高軍は山下より攻め上るも、武田軍を打ち破ることができず、山陸において双方の軍が鉄砲、弓矢を打ち合うだけの日々が続いた。白井の攻撃の手詰まりを感じた高生は、 この硬着状態を打破するため次の作戦を取る。その作戦とは、兵を一斉に隙間なく並べさせて、山下より攻め上り、武田軍の注意をこの兵に引きつけている間に一部の兵を三独の城下町へと迂回させ、町中を通って城を攻撃するものであった。この作戦によって、山下からの兵にのみ気を取られていた、武田軍は予期しない町中からの攻撃に、 対処できず破れ、三徳のジムを引き払って城内へと退却した。三徳を占拠した天子最高軍であったが、城内に引き上げた武田軍が本丸に陣を置き、木内の各所に兵を配置して防御を固めたため用意に攻め入ることができなかった。正面より普通に攻撃しても城を落とせないと判断した高生は、別経路を進んで鳥取城を落とす作戦を考える。 後世は周囲の地形を調べ上げると天皇の尾から山の尾根伝いに進めば城の絡めてに出られることを発見する。城を攻略するための新たな突破口を見出した。後世は兵を二つの部隊に分けるとおとりとなる主力の部隊を城の大手から攻撃させ、自らは別部隊を率いて先の発見した城の裏側へ通じる道を進んで本丸を吸収した。 武田軍がこもり戦った、重心取りであと、この天子最高軍の予期せぬ方向からの攻撃により、本丸が攻略されそうになった。武田軍は、城の各所に配置していた陣を引き上げ山頂に、ほど近い重心の車に集結して防戦する。奇襲に成功した天子最高軍であったが、その後、麓から攻め上った部隊と合流して、 攻め続けるも、武田軍の必死の抵抗により重心取りを攻め破ることはできなかった。天子最高軍は攻撃を中止し、城下まで退却する。しかしながら、天子最高軍が引き続き城を包囲して圧力をかけ続けたところ、木内の武田軍の中から逃亡者、投降者が相次いだため、同年9月下旬、高信はこれ以上戦うことはできないと判断して死 解放し投降する。幸福に際してたカノブは、自身の側女をア最高軍に人質として差し出し、自らは弟のまたサブロが籠もる日踊りお城へと退却した。攻略した鳥取城には山名報告が入り、後世ら天子最高軍は私部城に入って、ここを巨城とした。その後、この戦いに勝利した天子最高軍は稲葉の各地で転戦し、 10日の間に15条を攻略するなどして勢力を拡大した。東稲葉一円の支配に成功し、兵力は3000余りとなる。天子最高軍は、この稲葉の地に天子家を再興するための拠点を築き上げるのである。一方、この戦いに敗れた武田軍は以後水防を続け、天正6年に滅亡する。ありがとうございます。